そういうことも考えた方がいいなっていうのを思って聞いて
自分が楽できる。そこでママは自分
醤油、みりんとかそういう調味料を使って作るっていうことしか考えなかったので、もうそれこそ一番最初はスーパーで売ってる出来合いの元みたいなものを買って作ればすぐできるものをしか作れなかったんですけど、意外と作ってきました。それができました。ちょっと自信がないました。醤油、みりん、種なり、第1、そこに中部入りの生姜を入れ煮込んで焼けば生姜焼きの出来上がり。ポイント2、美味しいと言って食べる。不思議な料理や焦げた料理もありましたが、ママは絶対に熱い、美味しくないとは言いませんでした。徐々にパパはやる気を出していきました。自分が料理したことないから、美味しい料理なんか作れる自信はない。